PD-1 は活性化 T 細胞の表面に発現する受容体である。一方、PD-1 に結合するリガンドである PDL1 及び PDL2 は抗原定時細胞の表面や血管内皮等に発現し、T 細胞を抑制させ、事故への攻撃を抑制する役割を担っているが、一部のガン細胞では同じものを表面に多く発現する場合があり。 免疫による癌細胞への攻撃回避を促進させてしまう。PD-1 か PDL-1 のどちらかを人工的に作った抗体で蓋をしてしまうことで結合を阻害し T 細胞を抑制させない薬が認可されたが副作用として自己免疫疾患が起こる場合がある。PD-1 は1992年に T 細胞の細胞死誘導時に発現が増強される。 遺伝子として、研究開始時にはまだ、京都大学、本女優研究室の大学院生であった、石田康正らによって、同定、命名された。T 細胞は、強戦で作られるが、その際自己攻撃性を獲得した、危険な T 細胞が、アポトーシスで実施する際に、重要な役割を果たすものであってほしい、という願いを込めて、プログラムドデスマイナス1と命名した。 石田は述べている。発見者の石田は発見後わずか1年で PD-1 研究から離れたが、その後も本女優の研究室では他の研究員らにより長年にわたって継続された。不明であった PD-1 の機能も当初石田が期待した T 細胞のアポトーシス誘導は示されず、一方で1998年に作成された PD-1 欠損マウスが 皮襲、血中免疫グロブリンの増加、日々細胞の抗意無刺激に対する反応性更新等をきたしたことから、T 細胞が生体内に広がった後に免疫反応を負に制御することは示されるに至った。またある種の主要細胞は、PD-1 に結合し作用させる PDL-1 にタンパクを多く発現し、免疫監視からの逃避を促進していることが明らかになり、 これらの成果をもとに2014年7月には世界初の免疫チェックポイント阻害剤である COPD-1 抗体薬が悪性黒食種の治療薬として認可された。その後 COPDL-1 抗体薬も認可されている。ありがとうございます。